おはようございます。朝日新聞の松尾です。大臣、1日にですね、米国の副大統領のアル・ゴア氏と面会されたというふうにお伺いしています。ゴアさんは石炭火力の問題でかなりある意味日本を批判する立場にあると思うんですけども、どのような内容であったか、またどういう意図を持って面会されたのか、お伺いできると幸いです。はい、元アメリカ副大統領、元副大統領ですけども、私はいろんな方とお会いしたりします。それはいろんなご意見を伺うことは大切なことですので、さまざま意見交換は日頃から行っております。これは私的な会合ですので、具体的にこういったことを話したということは私から詳細を話すのは差し控えたいと思っています。